こんばんは。こんばんは。昨日のスコア行ってよかった。本当？ありがとう。今日はバッツン、そうですね。どうも。こんばんは。体調大丈夫？大丈夫です。早く良くなるといい。それね。だってもう、だって何日目って話だよね。風邪ひいたのか。もう結構だよ。薬飲んでます。明日の岐阜もめっちゃ暑そうよ。暑いだろうね。 なんかあれでしょ、なんかやってたよ、さっきニュースで。なんか今日一番日本で暑かったのは岐阜のどっか、どこだったっけ、忘れたけど、岐阜のどっかだって言ってたから、37度言ってたから。暑いのはもう飽きました。それね、なんかさ、暑いのに飽きたけどさ、暑いのにさ、こう今暑いじゃん。だからさ、あれ冬の寒さってどんなんだったっけなーって思っちゃう。思い浮かばんよね。多治見か。しばらく暑い、大変そう。大変かな。大変かな。どうだろう。そうだよね。だって去年40度超えてたもんね。おかしいよね、ほんと。びっくりだよ。考えられんよ、今。お腹鳴った。 キラーっつってなった。やばい。 去年異常だったよね、本当に。何があったんだろう去年と思うもん。帽子ってかぶる？普段。かぶるかも。なんか今日はかぶった。 あとなんだ、すっぴんの時とか、ちょっとコンビニ行くだけの時とかはかぶった。かぶる、よくかぶります。浜がないから今年は夏が来ない。ねえ、塩ソフト食べれない。辛いね、塩ソフト。もうさ、マステとかあるよ。マスクはする。冬は絶対してたけど、夏になってからやめました。暑すぎて。
くびれた。塩ソフト本当美味しいよ。塩味なの、なんていうの、なんか最初食べた時は一口目はちょっと感じる、なんかあれだよ、なんかスイカに塩と同じ感じで、なんかより甘さを引き立ててるって感じ、塩で。ああいう感じで普通に美味しいソフトクリーム。でもさ、色もね白じゃないんだよね、ちょっとなんかさ青っぽくない？泉だけそう思うの。なんかうっすら、ほんのうっすらちょっと水色っぽいんだよね、うん、と思う泉は。だよね、やっぱ海、そう海の色っていうか、めっちゃうっすら、そう見た水色っぽい色で、めっちゃ美味しいです。塩ソフト、めちゃめちゃ美味しい塩ソフト、めちゃめめちゃめちゃ美味しい塩ソフト。いくらするのわかんないです、知らないです。サムネ画像が床屋さんみたいですね。赤青白ですもんね。とりあえず赤青白めっちゃ気に入ってるんだ、めっちゃ可愛くない？赤青白の組み合わせって。でも3本のサイリウム持ちにくいってよく言われるけど、手が痛いって言われるけど、だ赤と青に変えようかなと思ったけど、でもやっぱり赤青白のそのなんていうの、こういう組み合わせを見るとやっぱり赤青白って可愛いなってなっちゃうんだよね、ほんと。見た見た、普通のソフトに塩かけるだけじゃダメ、ダメです、ダメ、ちょっと違うと思う本当に。スイカに塩かけない、泉。1本で3食になれへんかな。でもやってくれてる人いるよ、ファンの人で、たまにたまにいます。酢豚にパイナップルは許されず、まず酢豚食べれないから分かんない。もうかぶって寝てます。れないです。そう。一本三食でも泉的にはOK、泉は別にいいです、いいですとか大丈夫だけど、でもその分見つけにくくはなるっていうデメリットはありますよ。持ちやすくなるというメリットとともに見つけにくくなるというデメリットもあります。デメリット大きい、本当。でも確かにそうだよねと思う。よいしょ。やっぱりサイリウムを市場に探すの、うん、そうかもしれない。だって一番わかりやすくない？サイリウムって、まあ明るいところ
だとそんななんて言うんだろう、まあ、明るいからさ同じじゃん、だからあんまり光って見えないかもしれないけど、でもあの劇場とか暗いとこだとやっぱり一番目立つから、サイリウムってやっぱりそうなるよね。近い色多いけど見つかるの、普通に見つかるよ。だってそんな離れてなくない、劇場って。だっての公演の1曲目どうだった、やっぱりね、サイリウムないと暗ってなった。サイリウムの力ってすごいね。だってそうだよね、だってさ約300人の人がさあのサイリウムをさ何本か持ってくれてるわけでしょ毎回。ってことはさ何百本っていうサイリウムの力でさそっち明るくなってるわけだからさ、すごいよねサイリウムの明かりって。うん、5本持ちとかするともっと見やすくない？絶対できんでしょ5本持ち。だってさ挟めるとこがさまず4個しかないんだよ。1234で4個しかないんだよ。5本持ち痛そう。掃除機で3本持つも大変そう、さっきその話してたよ。うん。3本までしかやったことない。本当映像まずやったことがない。やったことがない、ずっと振り続けたことがないです。行ったことないからさコンサートとかそういうの。なんかさああいうのないの、なんか持ち手1本だけど3本に分かれてますみたいな。ああいうのなんかちゃんと作ったらなんか良さそうじゃない。こうやってあとこれだって触れるんだよ。そういうの欲しいよね、2本に分かれてるやつと3本に分かれてるやつ欲しくない。やり的な、確かにやり的な感じ。あったらなんか便利そうなのに。3本をまとめられる取っ手を作りたい。でも作れんこともなさそうだよね、普通に作れそうなんかで。色切り替えできなくていいなら簡単かも。確かに。でも切り替えできるやつにしたいよね。こうやって
でもファンの人のさ、あのサイリウムの色の切り替えのさ速さってすごいよね。びっくりするもん、速っと思う。いつもそんな速いんだって。なんかもうさ順番覚えてるんだろうなと思う。いつも覚えてないからわかんないけどさ、赤の次はこの色みたいなだから次この子のサイリウム振るんだったら、今のサイリウムからこれとこれを変えた方が、これのこのサイリウムをこの色に変えた方が早いみたいな、そういうの分かるんだろうなと思うもん。だってさ、なんかさ S 公演でさ、あの S 公演かな、あれ青子だったかな、なんかの時にさ、あの後ろのさ立ち見のさ後ろら辺の人たちがさ、前あの毎自己紹介の時にさ毎回のメンバーのこうやってサイリウムこうやって振ってるの変えて、すごーと思うもん。そんな瞬時にだって早くないみたいなその瞬時に変えるんだみたいな思っちゃう。すごーって思って、本当プロだよね。サイリウムからどれぐらい記憶してるのか、どうなんだろう。泉だってさメンバーのさあのサイリウムさ、分かる人は分かるけど分からん人は分からんからさ、他のチームの人とかさだからどうなんだろうね。出てるメンバーの色わかる？出てるメンバー？あの振ってるでってことかな？わかるやつはわかるよ。え、白紫白は誰でしょう？誰？白紫白？わかんない。あ、川田さんか。そうなんだ。三盆栽なんだ。同じだな三盆栽。意外に知らん、なんかあんまり一緒に公演出たことない人はあんまりわかんない本当に。黄色とピンク？そういう系多すぎてさ誰が誰かわかんないんだけど、黄色とピンクなんか見たことある気がするな、わかんないや。ああ、エゴさんなんだ。へえ。黄色と白って網じゃなかったっけ？黄色と赤ってさ、あれ黄色と赤ってあれ？あ、違うわ。あれはピンクと赤か。あれ黄色と赤って誰？本当わかんないや。ゆずぽだ、そうだ、黄色と赤ゆずぽだ、そうだ、なんか見たことあるなと思った、そうだゆずぽだ、そうだそうだゆずぽだ。青と水色、
青と水色、青と水色ってあれ違う、でもマリン、あれマリンと青と水色だったっけ、あれなんか青2本とかさ、青と白とかさ、そういうのと混ざっちゃうよねやっぱり。あ、正解、よかった。ピンクと水色、ピンクと水色、ピンクと水色、わかんない、わかんない、ピンクと水色、あ、吉野か、そうだ、ピンクと水色だったわ、そうだそうだ、もうチンチン出てこんわなんか言われればそうだったなってわかるけど、言われたらわかるってやつだな、チンチン出てこん。黄緑ピンクはルーちゃんでしょ、黄緑とピンクと水色、黄緑とピンクと水色誰、こんな、黄緑2本はミオでしょ、うん、同期のは全部わかる、いやわかんないかもしれない、もしかしたら、水色と白ってさっきやらんかったっけ、あ、水色と白ってミキ、違うか、違うか、あ、合ってた、カホのサイリウムカラーさ変わったよね、変わってから分かんないんだけど、変わってから分かんない、変わる前だったら、あの一番最初の初期のやつだったら分かるけど、変わってから分かんないや、なんだなんだあ、オレンジと黄色か、そう、変わってから出てないから一緒に公演、そうなんです、もう55分、おじ4分、水色かける紫見たことある気がする、あ、なんかね、見たことある、あ、りょうはさん、うんうんうん、あ、当たってた、願いの色、願い、え、なんか 3本だったっけ、あれなんか白、水色、白みたいな、あれ違うっけ、なんだっけ、なんかそんな感じ、なんか水色のイメージがあった気がする、違うか、あ、当たってた、すごい、当たってた、歴代生誕 T シャツがサイリウムカラーなんてのはあえて、そうですよ、あえてっていうか、それを狙ってやってました、ひじりは色変えないよね、わかんない、でもこの色好きなんだよね、本当に可愛いから、
可愛いから本当に。この組み合わせ好きなんだよ。可愛いから。おやすみなさい、おやすみなさい。急遽の名前に入れるよ。青はやっぱり真ん中なの。うん、なんかそういうねあれなんですよね。なんか一番最初にそう言ったんだよね、泉が。そう、青を真ん中にしてくださいって。なんで言ったのかわかんないけど、でもなんか順番ぐちゃぐちゃよりなんか統一してくれた方がわかりやすいから多分そうしたんだよね、泉。一番最初の時そう、青を真ん中にしてくださいって言ったんだよね。青好きだったからじゃなかったかな。青好きだけどね、実は言うとね、青より赤の方が好きなんだよね。でもなんか順番的に青真ん中の方が可愛いなと思ってそうしました。13位、マサボムさんありがとうございます。12位がセム社長さんありがとうございます。11位があずきさんありがとうございます。10位が小雪さんありがとうございます。9位が松村雄一郎さんありがとうございます。8位がゆうやんさんありがとうございます。咳でそう。7位がしまちゃんさんありがとうございます。6位がチーフさんありがとうございます。5位がみずちーさんありがとうございます。4位がとちさんありがとうございます。3位がまっきさんありがとうございます。2位がばしょうさんありがとうございます。1位がちょろいみのさんだったっけ、さっき。ありがとうございます。さっき1位だった気がするけど順位変わっちゃったね。ありがとうございました。順位変わっちゃったけど順位変わっちゃったけどありがとうございました。バイバーイ、おやすみ。